UEFA ヨーロッパリーグ2015から16、UEFA ヨーロッパリーグ2015から16、決勝決勝戦が行われたのザンクと、ヤコブパルク UEFA ヨーロッパリーグ2015から16、決勝は、欧州サッカー連盟により開催される UEFA ヨーロッパリーグ2015から16の決勝戦であり、7回目の UEFA ヨーロッパリーグの決勝戦である。 試合は2016年5月18日水曜日に、バーゼルのザンクト・ヤコブ・パルクで開催され、プレミアリーグに所属するリバプールと、リーガ・エスパニョーラに所属するセビージャの間で行われた。セビージャが3大会連続5回目の優勝を果たし、UEFA チャンピオンズリーグ2015から16、王者と対戦する 2016UEFA、スーパーカップの出場権を呼び、 UEFA チャンピオンズリーグ2016から17の出場権を獲得した。欧州主要大会でのリバプールとセビージャの対戦は今回が初めてとなる。リバプールは今大会が4回目の決勝進出である。前身の UEFA カップ時代の1973年、1976年及び2001年に優勝を経験している。一方、 大会に連覇中のセビージャは3大会連続通算5回目の決勝進出である。前身の UEFA カップ時代を含めると史上最多の4回の優勝を経験しており、今大会で優勝を果たすと最多記録の更新と同時に大会史上初の3連覇を果たすことになる。2014年9月18日にスイスのニヨンで開催された UEFA 理事会で ザンクト・ヤコブ・パルクが決勝戦の会場に決定された。ザンクト・ヤコブ・パルクでの欧州主要大会の決勝戦の開催は今大会が初めて。このスタジアムは1998年に建設され、2001年よりバーゼルのホームスタジアムとして使用されている。UEFA 主催大会では3万6000人が収容可能であり、 UEFA ユーロ2008では開幕戦など6試合で使用された。なお、1954年に会場し1998年に閉鎖されたバーゼルの全本拠地したディオン・ザンクト・ヤコブでは1954フィファワールドカップの会場として使用されたほか、UEFA カップ・ウィーナーズカップでも4回決勝戦での会場として使用された。バーゼルでプレーした経験があるもと、 サッカースイス代表のアレクサンダー・フライが決勝戦の公式アンバサダーに任命された。全3万5千枚のチケットのうち2万7千枚がファン、一般に対して販売される。決勝に進んだ2チームのファンにそれぞれ9千枚ずつ割り当てられ、残りの9千枚が一般の観客を対象に販売される。 この一般チケットが2016年2月23日から3月21日まで販売された。チケットの販売価格は以下の通り。なお、残りのチケットは地元の組織委員会、UEFA、各国サッカー協会、スポンサー、放送業者等に割り当てられる。中、以下のすべての結果は、決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。チーム1部、 チームにセビジャは、前身の UEFA カップ時代を含めて、史上初となる大会3連覇を達成し、さらに自身が持つ、大会最多優勝回数を更新する5回目の優勝を達成した。欧州主要大会での3連覇は、1976年に UEFA チャンピオンズカップで3連覇を達成した、バイエルン・ミュン編ン以来となる。ありがとうございます。